マイケル・ベリーマンはアメリカ合衆国の俳優である。様々なホラー映画や B 級映画へ出演し、本国アメリカでカルト的な人気を誇るベリーマンは1948年にカリフォルニア州ロサンゼルスに生まれる。父親は神経外科医だった。また、ベリーマン自身は生まれた当初から外肺を異形成症を患っていた。役者として活動を始める前は 花屋で働いており、1975年に映画、ドクサベージの大冒険で、役者として映画デビュー。また同年、ジャック・ニコルソンが主演で、ダニー・デビーとクリストファー・ロイドラが共演したドラマ映画、格好の巣の上で絵も出演している。1977年に、ウェス・クレイブンが監督したホラー映画、サランドラへの出演を機に、SF 映画やホラー映画、 ファンタジー映画などへ多く出演するようになった。ちなみに、同作品では、各実験場跡地に住む奇形の殺人鬼プルートを開演し、作品自体もカルト的な人気を誇っている。2006年にリメイク、ヒルズハブアイズが制作されたが、ベリーマン自身は出演していない。テレビドラマでは、シンスタートレックや X、X ファイル、アルフ等の人気シリーズへも出演した。 昨今では、アメリカ国内で行われるコミコンやコンベンションなどのゲストとして来場することも多く、ファンを喜ばせている。http://www.imdb.com/.name/.nm0077720/.pyo?

イコールナノメートル OV バイオ SM ありがとうございます。